いしさ。今日はこれを飲んでみようと思いますね。ウォッカですけど、なんていうのかなこれ。ケンテルワンかな。ちょっと読み方がわかんないですね。のぼりさん、よこねさん、ありがとうございました。カッチーします。いい香りしてますね。なんか飲みやすいですね。上品な味がしますね。キャシューナッツとレモンターメリックっていうのをクリスからちょっともらいました。このね、ウコンですよね。レモンウコンっていうやつですかね。なんかね、ミックスになっててこんな感じですかね。あっ、こっちだ。なんかいろんなのが入ってますな。なんかね、カレーの匂いがします。匂いしますか？カレーの匂いしてます。今日はですね、何したんだろう。今日もね、海でね、休んでたんですよ。ゴロッとしたりとかしてたらクリスから電話かかってきて、チャック映画見に行くかとかって言うから、ああいいねとかって言って、まあちょっとね、遠いところなんですけど、片道30分ぐらいかかるところに、ランチョバーナードっていうところがあるんですけど、ランチョバーナードじゃないね、ちょっと名前が思い出せない。とにかく30分ぐらい、こうね、リクライニングが効く、こう、ビーとかってボタン押すと、リクライニングが効く。寒い時にはね、あの、シートもね、暖かくなるんですよ。で、こう、リクライニングが効くシートでね、映画見たんですけど、まあ、黒人さんのね、あの、いくつぐらいの方なのかな、5、60代の黒人さんで、なんかね、マーシャルアーツ、空手とかね、いろんな、あの、テクニックを使って、まあ、アクションなんですけど、まあ、ギャングスターをやっつけるみたいな感じでしたね。イタリアのマフィアをこう、あの、やっつけるみたいな、正義の味方みたいな映画だったんですけど、すいません、名前はな、ちょっと。覚えてないですね。すいません。まず覚える気がないっていうか、まあね、ほんと いい加減なとこですいませんね。映画のタイトルもわからないで。前ね、クリスの車で、あの、映画を見たときに、まあ、同じ役者さんの黒人さんのね、あの、やっぱりこう、アクションの映画だったんですよ。まあ、クリスはね、ボーリングだとかって言ってましたね。まあ、自分はそれなりに、まあ、結構、まあ、面白かったなとかって思いました。まあ、イタリアのね、あの、港が、こう、まあ、古い建物とかがあってね、まあ、1000年ぐらいになるんじゃないのみたいな感じの街並みで、で、港があって、そこで暮らす、こう、人の良さそうな人たちが、こう、漁師さんとかね、
あのレストランとかいろんなところ住んでいて、そこにまあヤクザがいて、まあちょっと悪気でね、薬とかなんか、あるいはあのデカジメ料、ミカジメ料かなとかみたいなものをこう取ったりとか、いろいろ悪どいっていうかことをやっていて、その人たちをこう、そのヤクザをやっつけて、ヤクザじゃなくてマフィアか、マフィアをやっつけてね、あのまあ大エンドっていうハッピーエンドみたいな感じの映画でしたね。あとは燃料ディーゼルを入れて、で24時間フィットネス行って、スチームサウナ入ってシャワーして帰ってきたっていうやつですね。あとはまあこんなところですかね。まあほんとね、最近自然災害が多くて、どこだったか、モロッコでしたっけ、なんか地震があってね、まだね2000人かなんかの人が亡くなったみたいなニュースをちょっと耳に、まあ YouTube からなんですけど耳にしたって感じですよね。まあほんとね、自然災害っていうか、まあ日本ではね、ジャニーズの問題とかね、こう結構ネガティブなね、こうニュースっていうか、まあ明るみになってね、まあいろんなことを醸しっていうか、醸し出してるっていうか、こう話題になってますよね。ほんと、こうデヴィ夫人がとかね、あと東さんとかね、社長さんとか、こういろんなこうことを言ってましたね。なんかガクトさんとかもね、それと何だったっけ、まあいろんな方がねコメントしてますね、そのジャニーズの問題に関して。またまた政治の部分ではね、なんか新しいこうあの大臣とかが決まったみたいな感じの話とかね、まあ身も目もはひふへほっていうか、まあ手放しでね喜べるようなこうニュースがあんまりないっすよね。なんかこうもうほんと世界中がね、こうなんか揺れてるっていうかね、中国でもね、香港でもなんかしゃあの洪水とかね、まあ日本でもね、またあの台風があったりとかね、こうほんとここ1週間1ヶ月っていうかね、こうなんか災害がすごいなんか多いなーって感じがしてますね。まあ自分なんかね、 YouTube ホーリックになってますね。まあアルコール、お酒を飲みすぎるとアルコホーリックっていうね、依存症になったりしますけど、自分なんか特にスマホ依存症ですよね。もう朝から晩までずっとね YouTube ばっかり見てるっていう感じで、なんとかね自分の心のバランスっていうのも取らないといけないんですけどね。まあ身も目もはひふへほですね。まあね笑えるね、なんか笑えるニュースとかね笑える番組とかね、探して、まあそういう形だね、心のバランスを取りたいなとかって思ってるんですけどね簡単じゃないっすね、なかなかね。まあしょうがないかなとかって思ったりしてる今日この頃ですね本当皆さんね世界中に山のようにねあるこう YouTube チャンネルの中でね私のねつまらないチャンネルを見ていただいてありがとうございます。本当ね、
元気が出るみたいな、楽しいみたいなね、チャンネルが作れたらいいなとかって思ってるんですけどね。まあね、まあこんな感じですね。あし、また野菜、またベジタブル。ピュ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 。ピュ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 。ポッポ。